よし、じゃあ続きからやっていきましょう。床なんたらの鍵ってやつと、あとグエンの情報をもうすでに聞いているんですが、とりあえず情報収集を続けたいなと思います。この辺に、あの人だな、何屋さんだったっけ。いろんなお店が立ち並んでいるんで、どれが何屋かもあんまり把握できてない。売薬屋。以前はモルグから大色に行けたんだ。今はどうだか。橋は壊れたままだ。モルグ、また新しい名前。モルグに置きっぱなしの遺体はどうなってるんだろう。置きっぱなしの遺体、おぞましいこと言うな。他は一緒か。じゃあこっち行って、こっち行ったらピアス屋とグエンがいるのかな。カーメルマンション、カーメルマンションね。カーネルサンダースみたいな。全然似てないか。じゃあとりあえずピアス屋。ん？右に誰かいたな。こんなんいたっけ？何こいつ？女路人。こんなんいたっけ？いたか。いたな。グエンは部屋に閉じこもって写真を眺めてるよ。多分ね。何か考えがあるときはいつだってそうするんだ。まだ翻訳機の調子は治らないんだね。翻訳機は治るのかな。結局ピアス屋が通訳はできるんで、あの人あれか、その写真のテーマがうんたらかんたらっていう情報をくれた人か。じゃあとりあえずピアス屋に先に話しかけようかな。グエンの前に。グエンにも話しかけられるとは思うんですけど、とりあえず、はい。あれ？これ、あ、戻っちゃった。あれ？ピアス屋は行けないのかな？ちょっと待って。飛ばしちゃったので。あ、これピアス屋方向の扉か。おい、ピアス屋。やってるかい？お、やってるね。話しかけます。まだお姉ちゃんは見つからないのかい？グエンのやつ、責任感じてるんだ。グエンいいやつだな。あいつこの辺には珍しく真面目なやつなんだよ。そうね。なるほどな。それ以外は特にないか。じゃあ、グエンとこ行きますか。で、グエンに話しかけたら、なんたらの鍵。あ、閉まってる。考え事中か、一人にしておいてほしい。そういう気分か、今。じゃあ、なんだったっけ、どこっつってたっけ、ヘビ屋だったっけ。ヘビ屋がうんたらかんたら、なんたらの鍵をうんたらかんたらっていうふうに言っていたはずなので、そっち行きましょうか。あと貝殻屋が、なんたらの貝殻、うなばらの貝殻だったっけ、大うなばらの貝殻だったっけっていうのがあるよみたいな、そんな話もしていたので、ん？それがヘビ屋だったっけ？ヘビ屋が持ってるんだったっけ？わかんなくなってきちゃった。とりあえずこっち行きましょう。こっちにいるんじゃないの？ヘビや。あと、昆虫や話しかけてなかったか、そういえば。いや、昆虫やはもう話しかけたんだっけ。あれ？あ、ここはあれか、フートンの入り口か。フートンというか、水路。あれの入り口だから、ここじゃないか。ヘビやいた。普通にいた。いや、びっくりしたな。うちの下で大きな音がしたんで、見に降りたら水路の水がすっかりなくなってるんだよ。誰のおかげ？それでこんなもん拾った。どこかの鍵じゃない？あんた必要なら持って行ってよ。お、ありがとう。その汚い水、ライフンの汚い水がなくなったのは誰のおかげ？どこかの鍵みたいだけど、どうも普通の鍵じゃないね。しかし、うちの下が案内になっていたなんてね。それを知れたのは誰のおかげ？で、こっちもう一回行ってみるか。情報の聞きそびれとかはないような気はするんですけど、あの鍵の情報をくれたの貝殻屋だったっけな。物を大事にすることで物に心が生まれるのか、それとも、粗末にすることで悪い心が救うのかな。両方じゃないか。両方だと思うよ。軍服屋もメッセージ変わってるかな。軍服じゃない、軍装屋。グエンはこれは聞いたな。こ
これは聞いたな。グエンも何かしらのフラグが立つと話しかけれるようになるのかな。路人のメッセージは？お、戻、あ、これはもう聞いたな。あれ、昆虫屋話しかけたっけ？これ貝殻屋、貝殻屋に最初に話しかけたから、この奥まだ行ってなかったもんな。風びたドックにある、うなばらの貝殻。何かのお守りに違いないよ。うん、うなばらの貝殻の情報は貝殻屋だから。これ、昆虫屋まだ話しかけてない。鍵の情報は違う人から聞いたのか。水のような液体になった腕輪の話を思い出したよ。そいつは人が近づくとスルスルっと、土の中に染み込んで消えてしまうらしい。つかみどころのないやつなんだ。あれじゃないの？クーロンフロントの、なんか路人たちのその腕輪トークで盛り上がってた、俺は水道だなとか、俺は水だなみたいな。それの片方じゃないの？じゃあ他は？他はどこだ？腕輪になると液体でもいけるっていうのすごいな。ってなると気体でもいけるのかな。なんか酸素にすごい憧れがあるみたいな、そういう人は気体にもなれるのかな。気体になったら相当すごいんじゃないですかね。っていうかもう気体の腕輪まで行くと幽霊みたいなそんな感じはするな。透明人間みたいな感じなになるのかな。あー、あと聞いてないのっつったらグエンぐらいですけどね。グエンはちょっと同じ方向供給してて、ギガン屋メッセージは、さっきの山高坊のおっさん、どうやって入り口を開いたんだ。プロジェクター、あんたたちには人にできないことができるんだな。そうよ、なんたって超級風水師ですからね我々。端末にメール来てたりしないかな。もう一通り話は聞いたので、なんだっけ、ドックにどうやって行くかみたいな。貝殻屋のそのドック情報は聞いてるけど、ドックどこっつってたっけ。メールが来てないか。ドックがうんたらくん、うんたらかんたらみたいな。それに行きたいな。ちょっともう一回聞いてみようかな、貝殻屋に。いやでもうろうろしてたら見つかるか。なんたらの下って言ってたような気がする。まあ、もうちょっと散策してみますか。何かあるかな。もう一回この人。以前は、これも聞いた。グエンが話しかけれるようになってないかな。心開いてないかな。とりあえずカーメルマンション方面に。あれ進まない。おお、進んでた。うい。カーメルマンションもう一回行ってみますか。この人にももう一回念のため。これもメッセージは変わんない。じゃあまあとりあえず、グエンの部屋もう一回調べてみますけど。あ、入れない。ダメか。じゃあどこに行けばいいんだろう。どこだ？うなばらの貝殻。それどこだ？なんちゃら、どこって言ってたっけ。やっぱ聞きに行った方がいいか。貝殻屋にもう一回。他に話しかけれそうなものもないしな。しばらくこういう情報収集作業が続くのかな。でもこの最上路はそんなに広くないような感じがしますね。もう一通り回ってしまうと。そんなにここの探索は大変じゃないな。あれ、これ戻っちゃってる、ひょっとして。あ、戻っちゃってる。違う、こっちじゃない。はい。でも一通り情報はすでに出揃ったような印象はあるので、誰かいたっけな、まだ話しかけてないの。とりあえずカーメルマンション出よう。ここを出て、もう一回貝殻屋方面に行こう。さっき行ったばっかだし、メッセージも変わってないと思うんですけどね。ここもう一回念のため探索してみますか。ここはあれですね。ん？なんだここ。あ、ここ行ってなかったのか。あの封筒の入り口。ん？あ、そうなるんだ。ってことは、ここに来るんだ。ってことはあれか。
さっきもらったこの鍵、交流の鍵、行動への扉を開く、虎と竜の模様がある。これを使ってどっかしらの扉を開くんでしょうけど、なんとなくも見当はついてるな。あそこだな、あの水を引いて、おお来た、ドープマンか、来た来た、あそこだろうな多分。金の竜の、遅かったじゃないか。おうよう、さて、いよいよだな。これからあんたが行くところは王道と呼ばれているエリアだ。王道だった。王道はライフンを挟んで広がっている。水路の突き当たりにあるのが王道への入り口だ。持っているだろ、古竜の鍵、そいつを使うんだ。ありがとう。あれじゃないかな、金色の竜の模様があったあの扉のことじゃないかな。その水路の突き当たりっていうの、動けねえ。あれ動けねえ、え動けねえ動けねえ、おいおい、あびっくりした。びっくりした、フリーズしたかと思ったじゃん。単純にあれだった、コントローラーの接続が切れただけだった。これ PS コントローラーの、今充電しながらやってるんで、多分ケーブルの接触が悪かったから途中で途切れたんだと思います。で、どこだ。行動の入り口を探しに行きますよ。行動じゃねえ、王道。王道だ。まずこいつを倒さなきゃな。よし、なんかティントンシアター編の時みたいに一回 JPEG ダンジョンを挟んで、もう一回フートンをリアルタイムダンジョンを攻略し直すみたいな、そういうのが増えてきましたね。こっちだな、ここ行って、で、こっちじゃねえわ、こっちだ。覚えてる覚えてる、一回死んだから。このルートは覚えてるぞ。あれじゃないかな、これこれだと思うんですけど、使ってみようか。はい、ほらー、これじゃん。はい、王道地下2階、ここもまた邪気を感じるけども、ここじゃないな、この向こうだな。どこだ、出てこい出てこい、グイリー、ここか、いた、倒します。はい、ノーサーチ随成功。よし、一回マップ確認しておきましょうか。はあ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 、この辺はでも確かに全然散策してなかったエリアですね。とりあえず階段があるから階段を下ればいいんでしょうかね。はい、ここはなんだ、ここは何の空間だ。これライフンかな、この向こう側は。ライフンを挟んでとか言ってたんで。あれ？でもここどこも行けない。ん？階段がある？あ、ここ階段あったのか。降りましょうか。はい。引っかかる。さて、絶え間なく、ダンジョン攻略が続くっていう感じですけどね。死にたくないな。セーブしてくればよかったな。でも死んだらダンジョンからやり直しっていう感じになるのかな。まあでもどっちにしてもセーブはつけておきたいな。あんまり自信がなくなってきたので、ここは来た道っぽいな。じゃあこの扉入りましょうか。はい、で、申し訳程度の邪気を感じていたので、この向こうになんかいるとか。あ、いるな、この感じはいるな。ここか。はい、鍵持ちっぽいな、何にもない部屋っぽかったので今。よいしょよいしょ。これでカチャ音がすると思う。どう？あ、しなかった。ん？でもこの部屋何にもなくないか。少なくともこのグイリーは倒さないといけないっていうことか。頭数の一つか。で、ここ階段の前で、こっちかな。ここまだ行ってない。おお、閉まってる。これを開けなきゃいけないな。今の階段はまだ登ってない階段か、これ。登りましょう。
で、機械。地下2階。こっちか。ん？これ来た道っぽいな。これ来た道だな。ここじゃないか。狭いけど、あんまり把握しきれないな。こっちかじゃあ。これか。いや、でもこれさっき行ったもんな。でもここぐらいしかもう行くとこないもんな。これかな？これで、階段が、ん？これか。こっちか。これが順路か。よし。まあ、グイリーそんないないって言おうとしたら、早速来たな。どこだ？どこ？どこ？扉の向こうか。こっちか。いた！ほら！どこだ？どこだ？真ん中か。いた。オッケーオッケー。割と壁沿いに歩いちゃう癖があるので、真ん中にいられると、なかなかエンカウントできなかったりするな。なんかかっこいいグイリーだな、こいつ。このグイリー割と好きかもしれない。はい。ありがとうございます。ボイフンいらん。ボイフンはいらんのじゃ。グイリー玉が欲しいんじゃ。死にそうになったとき、いつもグイリー玉に助けられてるみたいなとこあるんで。グイリー玉が欲しいな。死にそうなときに限って先制攻撃仕掛けられたりするんで。で、この上登ればいいのかな。あ、これは階段じゃないのか。壁か。暗くて把握しづらいんですけど。じゃあ、この下の行けなかった両開きの扉が行けるようになったっていうことでいいんですかね。行ってみましょうか。多分そこが開いたんだと思いますが、こっちか。こっち行って、でこれか。これが開いたんじゃない？開いてる。でここのフロアは階段しかない。登りましょう。はい。さあ登ったり降りたりと。お、王道、音楽変わったな。お、見覚えのある扉。お、そしてナビ。何の情報だ？この先が孤高と呼ばれている場所だ。ここはもう一つの流行とともに最上楼の鬼脈を太平門に送り込んでる。ほう。そうすることで最上楼の鬼脈を保っているんだよ。まずは孤高だ。ほうほうほう。ここを封じてるグイリーを何とかしなきゃな。ここには、古流の鍵を使うんだ。はあはあ、なるほど。これでいいのかな。これのことでいいのかな。うん。使ってみましょう。おお、イベント来るんだ。どういう風の吹き回しでしょうか。さっきはなかったのに。開いた。で、グイリーを退治しなきゃな。邪気がすごい。